これ買ったらなんかもらえるんですか？確かに確かに。モチベーションになりますねそれは。猫地なんかお肉とか。これいつものお肉言っていいですか？いつものお肉いいですか？はい。なんか引き出したみたいになっちゃって、はい、なんか高級和牛。和牛。はい、では五分を。五分を。オラ君ルール、はい、ちょっとボタンを押したらもう即始めだと思いますよ。でこの中に朝晩、そうです、朝晩ここ支給されて、相手のチームのはここは取ったらいけないって感じです。他のチェストは取っていいんですけど、はいはいはい、初期地点にあるこのチェストは自分たちで、で上書きされていくらしいんで随時取った方がいいみたいですね。なんかすげえアイテムあるんかな、なんかお助けアイテムらしいです。はい、やばい、もうスタート。おー、あ、スタートです。まあ、とりあえず一旦こっちで外出ますか。うわー、なるほどね。はいはい、こんな感じで、あとは何でもいいみたいですね。ちょ、木材ちょっと取ってくるわね、ちょっと木材。あ、オッケーです、オッケーです。どうするよ今回。いやー、今回でもめっちゃ皆さん強いんで、土産チームふたばさんとかいるでしょ。いや汚い、いや汚いと思うよ。あ、ガチで言ってますよね。オラくん、もう戻るぞ、はい、中に結構いいもんいっぱいあるから、はい、スピード命だからこれ多分もう、うわ早っ、早っ、怖っ。今こっちもう石掘るから、はい、鬼すぎる。ちょっと待って、双葉とやばいやろ、石の作りが。いやー、オラくん、あのブロックをね、はい、あの掘りまくってほしい、ブロックを。あー、もうここでもう鉄も焼きにかかるよ。かまどを作ってほしい、かまど。あ、オッケー、ここ作っておきました。作った、オッケー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 、よしよし、もう焼きに入ってるから。オッケーです、オッケー。あ、もう今ね、ちょっともう行ってくるわ、ほら。オッケーです、オッケー。ちょ、木材買ってきましたね。ないっすよね、全然木材が。お助けアイテムって、次夜ですよね。うそ、え、うわ、もう、ま、オンリーシギ、ボコられた、もうオンリーシギ。え、マジっすか、鬼や、鬼や、アイス鬼やで。え、マジっすか、奪われちゃった。後ろからハングリーにかかってきた、オンリーシギ。やばい、ガチっすね。あの復活のオンリー、忖度なく、忘れたよ、忖度ってやつを。やべえ、それはマジでやばいっす。やべえ、全部取られました、アイテム全部取られた。うーわ、これ許さん、これ。2人で誰か襲います。どうすか、ね、そう、襲う。ほんでこっちの方にちょっとね、はい、宝箱で隠しといた方がいいと思う、これ。はい、一旦隠しといて、ここに一旦。あー、オッケーです、オッケーです。襲いに行くぞ。オッケーです。どうさん襲います。いや、どうする、襲う。襲います。はい、行こう。よし。あ、上に登りました。うわ、やばい。あ、しまった。あー、死ぬ。あ、あそこにボンさんがおる。ごめん、ボンさん襲うわ。遅い。あ、しまった。入って。あ、やばい、オンディやばい。オンディ大遊びしとる。あー、ちょっと待って。うわ、やばいな。痛い。おい、待って、手に入れた。めっちゃ手に入れた。え、マジっすか、逃げましょう。ちょっとオンリー落ちた。あ、オッケー、オンリーやりましょう。ナイスです、ナイスです。あ、逃げちゃった、ちょっと俺逃げるわ。ちょっと待って、一旦逃げる。あ、オンリーとボスやりました、両方オンリーとボスやりました。オッケー。今めちゃめちゃいい装備になったから、オンリーちゃんの奪っちゃってさ、あの、こっちで今一旦食料とか探してきていい？あ、いいっすね。うわ、待って、ダイヤ装備のタイタイとメンがいる、こっち。え、やば、チェストも更新されました。支給品っすね。いけるかい？いけます。ボンさんの陣地通らしてもらおう。ボンさんのチーム優しい。もう何もせず通らしてくれるんですけど。するっけ、あっちは。パン10個でした。パン10個だけか、渋いな。やべっ、え、やべ、ま、ずちょっと待って、今まずいかもしれん。まさか誰かに喧嘩打っちゃいました。明太に喧嘩打ってまずいことになった。いや、なんかあげて謝りましょう。見逃してもらいましょう。あ、大丈夫、追われてない。あー、分かってるな、優しいな。あぶねーよー、あぶねー、やばい、あ、怖い。狩猟民族二人でボンさんを追いかけ回してた、ドズフタバーの。いやー、悪いっすね。でも俺はこれね、周りって攻撃して、はい、なんだ、エンチャントつけていきたいんだよね、エンチャント。あー、確かに。ちょっと外出すぎもどうなのかなと思ってるんだけど。確かに。ちょっと今ね、食料がしんどすぎるから、はい、食料取ったらもう帰ってくるわ、ほら。オッケーです。じゃあちょっと僕、ダイヤ装備取りに行きますね。すげえいいのを持って、ほら戻ってくるから。取られてそうっすね。待って、
これって外側の境界線もあるんだけど。マジっすか。あ、これでっかい島なんだこれ。村とか広域とかってもんじゃないんだこれ。ということはよ、エンチャントよ今回ポイント、エンチャント。はい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 。なんだよ、外行けねえのかよこれ。魚を。あ、チェスト更新されました。チェスト。じゃあ僕ちょっと取りに行きますね。頼むで、頼むで。ニワトリのスポーンエッグです。ニワトリを育てろ言ってるんか。いります、ニワトリ捨ててまえ。女もこんなの叩きつけろ。床に叩きつけてきました。食料問題はもう解決だから。そうですね、僕も食料だいぶ溜まりました。待って、オンリーは大原麺に殺害されたとかな。お、大原麺やばい。あいつヤンキーっすね。やべえぞあいつ、やばい。あいつやべえ。麺を見つけたら逃げないとダメっすね。もうダッシュで逃げろよ。鉄のチェストプレートっすね。爆破耐性5でしつけておきます。おかえりなさい母さん、長旅ご苦労様です。いや、いいってもんだ。ここにさ、こう隠しといたらどうや。あ、いいっすね。その余剰分、食料とかの余剰分。よーし、いっか。はい、いないか、誰か。で、タイタイが、タイタイの後ついていくとなんか怪しいぞ。今、タイタイが肌かんぼで。お、これはやっちゃいます。いけるんじゃない。なんか隠してるんじゃない。これ何してもいいんだよ。はい、なんか持ってっぞ、これ多分。これなんかやってんな。ちょ、なんかそん中になんかあったりせんけ。なんか焼いてるんですかね。いや、石炭しかないですよ、もらっと。石炭奪おう。でも、なんもないっすね。あ、麺いました。カツさん、麺いました。これやります。いる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 。ちょっと一緒にワンチャンやっちゃいます。どうします、やめときます。いや、どうしようかな、これ1ならワン。あ、あの正面による。あー、でもあれやか。あれなんか申し訳ないっすね、裸でいるのは。うん、あれは一番このワールドで弱い人たちやで。あの、触れてはいけない。触れてはダメっすね。ダイヤ欲しいっすよね。ちょっと掘るか、下。よしよし。チェスト更新、チェスト更新されました。どうします、チェスト行く。なんかボンさん攻撃してきたんですけど。嘘やろ。ちょ、待てこれはもう。おーし、よしよしよし。これはもう仕方がないっすよね。これは仕方ねえよ。何考えてんだあれ。何考えてんですか。ちょ、チェストチェック行く。チェストチェック。チェストチェック行きましょう。このボンさんのとこから通っていこうか。ボンさんのとこから。そうっすね。いや、ちょっと待って待って。かわいそう、かわいそうだから。ゾンビ肉やるわ。しょんぼりしてます。ムッシュ、ムッシュルーム。あー、食料ね。あー、食料か。食料無限よ、これで。なんかボンジュールがこっちを見てるよ。いや、返してほしいんですか。ちょっと今ね、ムッシュルームのやつをやったで、はい、これで組めるの知ってるかい、はい、あ、組めるんですか。これ食料、右クリック。あー、ボールで右クリックしたら。あ、ほんとだ。これめっちゃいいっすね。よし、いっか。なら、こっち下掘りするんで、誰か入ってこないかだけちょっと見てて。あ、オッケーっす。もう閉めちゃうのもありっすよね。うん、じゃ閉めちゃい、閉めときます、ね、待って待って、なんか待てここに窃盗がいるぞ、はい、え、どこですか。樋口さんとか今いたぞこれ後ろに。待てこれバレるから、ちょっと一旦蓋するね、ここ。オッケーです、オッケーです。あ、廃校ですね、カズさん、こっち。あ、マジ。わ、それ激アツよ。あれ、なんだこのちっちゃい廃校。そんなことあるんですか。なんだこれ。あったあったあった、ダイヤモンド発見、ダイヤモンド発見。あ、あ、ナイスです、ナイスです。あ、赤さん、こ、あ、めっちゃあります、ダイヤ、こっちも。マジマジ。はい、オッケー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 。剣持ってないやろ。剣あげる、はい。 ありがとうございます。いいね、いいね。チェスト更新。まあでも今チェストよりもダイヤっすよね。そうよ、そうよ。あれ、これ待て、すげえ横掘りしてるやつがいるのやって。これオラフくんけ。これ僕だと思いますよ、来た道ですね。あ、ほんと。あんならよかったよかったよかった。いや、心配になっちゃって。あれ、なんか違う木も。一旦気をつけよ、そっち。ちょっとお互いちょっと近いところで掘り合おうか。あ、チェスト更新された。チェスト気になりますね。一ダイヤだけ見つけたら戻ろう。 OK です。待て、ここ待て、ここ歩いた跡があるぞ。え、マジっすか。誰だよこれ。
これ奥で掘ってるんじゃない下手したら。あ、なんか見える、ホラ君、しゃがんで。あ、オッケーです、オッケーです。今ここのね、中のどっかにいる、これ。いるいるいる。オッケーです、オッケーです。あれやわ、あれっすね。二人見えるんですけどね、二人で。マジだ。あ、ドズルって書いてないです。ドズルと双葉さんだ。ドズさん来たらやりますね。やるやるやる。オッケーです、オッケーです。だいぶ暮らします。双葉さんもいるんで。やばい、やばい。おっしゃ、倒れた。オッケーです、オッケーです。やばい、やばい、やばい。あー、まずい。捕らえちゃった。よし、僕はやりました、やりました。二人ともやれそうです。あの、ベッドのリスポーンエリア作ってんだって。そう、オラフ君頑張って戻ってきて、あの、ベッドもぶっ壊してさ。ちょ、ダイヤ装備は取れなかったんですけど、剣とツルハシは奪い返してきました。やべ、なんか知らんけどオンリーちゃん来た、ここに。え、マジっすか。まあ、でも大丈夫大丈夫、隠してあるで。あ、多分帰ってこれたと思います。ちょっと待って、てかオンリーちゃんがめっちゃめっちゃここでオンリーちゃんがずっと見張ってんだ上で。え、どういう状況っすか。カリウドがいるんだ、カリウドが。あ、母さん。あ、来た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 。よし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 。これ母さん、剣です。あ、装備の、オラの装備物がないか。そうっすね、装備物もう取られちゃいましたね。あらまあ、いや、ピンチだな、これは。ピンチっすね。あ、後ろからオンリーが。あっぶれ。オッケーです、やりましたやりました。あ、牛が殺されてる、もしかして。オンリー、私たちの牛殺したんすか。殺いたな、あれ。やべえなあいつ。チェスト、チェスト、チェスト、右行こう。チェスト見に来たやつ襲うのもありっすよね、一人で。うん、ありよありよ。チェストって、あ、弓だ、弓、耐久力3の弓っす。ナイスです、ナイスです。なら、こっちこっちこっち、はい、ちょっとどっか隠れて、ここにいて、来たら一気に倒しに行こう。来たくないです。来ました来ました。オンリー、オンリー、やっべ。え、ボンスターも3対1なんかボンジュールがやべやべやべ、詰まった詰まった。もはや誰叩いてるかわからん。ちょ、待て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 、こっちにダメージダメージ。まずいまずい、やばい、あー全滅、やばい、まずい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 、ここなんとかして勝たんと。わー全部なくなったよ、やばい。これわー、ちょ、こいつら全部取ったよ。いや、これは俺たちの分ない、もうない、泣きにも。オラ君帰ろう。いや、逃げましたね。ちょっと作戦会議だ、これ。これはもうまずいっすね、全部取られましたね。ひでえよ、ひでえ。どうしましょう、これ。いや、あ、なんかこんにちは優しい世界ですね。とりあえず今うちらができるのは、鉄装備をまず整えること。はい、とりあえず鉄掘ろう、鉄掘りに行こう、鉄を。お、チェスト更新。いや、これは期待っすね。やばい、なんか見える、ネームタグみたいなの、右上に。ほんとだ。ちょっと今しゃがみながら、ちょっと一旦行きますか。え、でも僕たちのところっすかね。うちらのところやわ。あ、あ、井口さんだ。びっくりした。こんにちは、してました。よかった、平和で。平和でよかったっすね。エンチャントボン、無限。あ、弓矢と合わせろってことか。あ、でも弓矢かな、捕らえちゃったんすよね。ちょっと待って、今、はい、マグマだけ持っとこうと思って。メイル、メイル、お、やりますか。何してるんですかね。何してんだろう、あれ。あっちもうちらみたいになんか隠してるんじゃないかって説があるんだって。裸ってのが怪しくてさ、ちょっと行ってみようか。確かに、行きますか。ここにまたイグスさんがいる。何してるんですか。なんか怪しいなと思って。いや、ないな。あ、オンディ来ました、オンディ、オンディ来ましたよ、オンディ。まずいね。あ、戻ろう戻ろう戻ろう。追いかけてきてます、カズさん。ちなみに、うわ、船で来とる。一人だけ、一人だけやるぞ。オッケーです。おっしゃ。いいっすね、相方来ました。逃げてた逃げてた。では、あ、チェストが更新やって。だって、うちらも念のためにボート作っとくで、今。
はい、お願いします。あ、いや、2人で来ましたね。オラくん来れる？オラくん早く乗って。オッケーです、乗りました。よし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 。いや、まだ来てますね。しつこ、あいつら乗ってきてます。しつこやばい。あいつらやばいよ、粘着質やな、あれ。いや、あれやばいっすね、マジで。一旦こっからしゃがみながら中央行こう。はい、多分来てないと思うよ。はい、大丈夫か。よしよし。あ、不死のトーテム、不死のトーテムです。オンリーの色何色？あっちの基地。え、黄色です。黄色、アサリに関係。なんかないか、これないなぁ。サトさんってマグマあるんですっけ？1マグマあるよ、1マグマ。オンリー誰か1人来た瞬間にここでマグマやって閉じ込めて。待て待て、左下にちょっと、オン、立っちゃダメだぞ。ここに誰かいる。あ、オンリーっぽいですね。オンリー、ちょ、隠れて隠れて。来た瞬間マグマバシャーするで。はい、しゃがんでしゃがんでて、しゃがんでて。あ、いけちゃった。間違えた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 。なんでここいるんですか。なんでここいるんだよ。おかしいでしょ。あ、あれがオンリーですね。あ、来たかも。オンリー来ますね。これオンリス、これオンリス、来ました来ました。これオンリー来ました。いいよいいよ。やりましたやりました。オッケー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 。オンリーやりました。おし、逃げよ逃げよ。オッケーですオッケーです。よーし。よし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 。いやー、カズさんマグマナイスです。いやー、いいっすね。やっぱマグマだろ。いやー、自転マグマっすね。あれはオンリー油断してましたね。これはちょっといい連携技ができましたね。いやー、今のだけでもなんか嬉しいよ。いやー、もうなんかやりきった感ありますよね、これ。あ、それチェストの中チェックしに行かんだかん。うわ、めっちゃ強いよ、装備。え、マジっすか。逆に欲しいっすね、これ。これ奪いに来てえな。あれ、魚がない。もしかして多分、井口さんじゃないっすか、これ取ってんの。ちょいちょい。から絶対そうでしょ、これ。みんなの集会してるみんなのところを一個一個集会して確認しに行って取っていってるんですよ。めちゃめちゃいい装備が来てるで、次来たらやろうぜ。今回カズさんネザライト装備2つでしたっけ。うん、そうそう。次絶対もっといいの来ますよね。いや、これ取ったらでかいっすね。お、来た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 、カズさん。あ、ドズルさん初期値に戻ってるんですかね、これ。可能性ある。あ、来ました来ました、戻ってきました。開けた瞬間行くよ。行け。いた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 。どうよどうよ。いいよいいよ、食われてる、めっちゃ食われてる。いや、待って待って待って、これ持ってますよね、ドズさん絶対。これ持ってるよ。おっしゃ、ナイスです。ダイヤ7つ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 。僕たちのチェストを取りに行きたいですね。あ、あ、やばい、来ましたね。あ、ドズさんチーム。ダイヤ返せって怒ってますね。母さん、ダイヤなんか作っていただいてもいいですかね。剣1個欲しいな。ブーツ作ってもいいですかね。そうだね。次で初期入り地に戻るみたいですね。ドズラは大原面。あ、大原面多分今取りに来たんすよ、絶対に。面を。はい、面、ダイヤ絶対めっちゃ持ってますよね。左の草のところ登ってますよね。あん中のどっかにやんだな。これで、これで最後の日です、母さん。ちなみに、はい、しゃがみながらちょっとあっちの拠点の近くに寄ってかないかい。え、あ、終わった。今から3分後試合です、母さん。ほら、ちょっとうちらのあれを取りに行こう。ちなみにドズルさん裸です。今エンチャントしてもらってますね。エンチャント台作ってたのさすがだな、ダバさん。さすがすぎるわ。これ上取ります、ハイグラ。ちょっとハイグラ取ろうぜ。取れるかい。あ、オッケーです。水でいきます。すげえ、水も使い手になったか。と練習しました。でもやっぱこれハイグラの方が強いですよね、絶対に。同じこと考える人いそう。どっちが先に早く登れるかみたいな。なんかダイヤあるんですけど、カズさん。待ちだ。よし。あれ、誰もおらんくない？あれ、誰もいないっすね。あれ、ちょっと後ろに、上に作ろうぜ、秘密基地。はい、これ落とされたら怖いですね、下マグマなんで。あ、これちょっと下怖いんで、水でマグマ溶かしてきてもいいですかね。な、上からチャラーって垂らしたらもう飛んで。誰も人気ない、汗かの。これ戦いに行った方がいいんじゃない、これ。なんか完全に街の方がね、これ強いんだよね。
あ、待ち伏せの方が強いですね、確かに。あ、あ、待ってください、母さん、正面います。ほんとだ、あれ、明太やな。あ、明太っすね。 あっちも同じ感じでやってますね、拠点作って。いや、これ、みんながチキってるで。これ大丈夫ですか？いや、これ大丈夫じゃないよ。これは、戦いに行かんとあかんやつや。あ、え、やばい、カズさん、こっち見てください。こっちの方向に今、フルダイヤ装備のチームいました。エンチャントもつけてる。ほんとだ、あのチームやばいっすね。ちょ、いいのか、混乱で。だもう、なんか面建築し始めてますよ。ちょっと希望の橋を今。あー、なるほどなるほど。撃ってこんな、でも弓矢。そうっすね、あっちのチームはもうなんかひたすらに立て積みしてますね。こんなんでいいのかと。ほら、オラくん、行くぞ上。みんなこんなんでいいか、こんなチキった戦いで。そうっすよ、永遠に終わらんっすよ、この集落。あ、マグマ落としてます。まずくないこれ。うちら降りる？俺降りよっか。降りるしかないっすね、これは。あっぷれ、ギリギリじゃないですか。待て待て待て、なんか牛とか来たよ、牛。なんで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 。マグマでやっちゃいます。なんかいるんだけど、後ろに。オンリーたちだ、やばいっすね、火山。なんか気をつけろ、逃げろ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 。いやー、あ、範囲縮小、範囲縮小あるの。あ、範囲縮小あるんだったら上もありっすね。平和だなー、平和っすね。まあ、完全にあれ、巣作ってるぞ、あれ。完全に巣ごもりやわ、あれ。どうしますこれ。これどうする？どこのチームも動かないっすね。これやっぱ大原面を僕たちが倒すしかないんすかね。あの、一番あかんやつらを倒しに行こう。あ、ちょっと、分からせるしかないっすよね。上に詰めるだけの今、砂利を今。ワンスタック溜まった？ワンスタック、溜まりました。あ、しんない、行こう。登れるんじゃね、これ頑張れば。水で途中まで。水で結構ショートカットできそうですね。あ、マグマ落としてきてます、また。嘘やろ。待て待て、これで、あ、ダメ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 、下降りよ下降りよ。ほら、もう上についてる、作ってんでるもん、もうほら。いやー、あれをちょっとどうにかしたいですね。でもそろそろ真ん中の人らも上がってくる頃やとは思うんやけど。そうっすね。あいつらもうほんとショー、あいつら何を考えてんやん。 あれカズさん、もう叱っといてください、お笑いの大会に。もうドセルさん、どういう教育をしてるんだあれ。いやあれやばいっすよ。これはちょっと僕たちが聖地でもしてよか、聖地でも。そうっすね、あの他の人が来た時に見やすいように。そうしましょう、聖地でもして。あっ、え、井口さん、あ、ふたばさんにやられた。うわ、ふたばさんチーム。これはボンさんはドーさんにやれた。まあ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 、ようやく始まりましたね。まあまあまあ、ここはもう仕方がない、まあまあ、想定内です。想定内ですね。もう装備がまずきつかったと思うんで、下もなんか頑張ってマグマを溜めてますね、なんか。このさ、マグマの間で隠れて上に上がるっていう、はい、ああいいっすね。あ、ふたばさんもオンリーに倒された。おーし、これはちょっと行ってくるわ。今しかない、行ってきます。カズさんが行くなら僕も行きます。もう弓で撃たれたらもう死が待ってる可能性が高い。やばい、もう見られてると思う、多分これ。あー、やっぱりもう、あ、助かった。頑張って上がってきたやつら、打ち上がったよあいつら。これ屋根作るのってどうすか、カズさん。こうやってもう上登れねべえ、これ。カズさん、石、あ、やばい、死ぬ。あー、やってまいりました、すいません、落ちちゃった、いやー、ごめんなさい。あと、託します。いやー、やってもた、少年シフトのもう握力が切れちゃいました。ようやく降りてきたわ。おっ、いやー、火山、いやー、やべやべやべ、マグマが、あー、火山、こいつだけでもナイスです。あれ、ワンチャンある、火山。あれ、カズさん、うわー、惜しい、うわー、めっちゃ惜しい、カズさん。大体終わった。あー、メモ死んだ。あ、ってことは、あ、今ので決まりましたね。
終わった。戦わずしてペンギンオンリーがあーって言ってるわ絶対。いやもうこれはやばかったっすね。いや頑張ったでしょ僕たち。チャレンジャーですよ本当もう。いやもう無理よあれ。やばい、ね、あー楽しかった、最終戦何もせずなぜか残ってしまったオンリーペンギン勝手にこっちで終わったんで。確かに。いやでも最後の決戦はすごい見応えありましたけどね。2対1でもカズさんワンチャン勝つんじゃないか。いやカズさんめっちゃ強かった。カズさん全然じゃないと。そう全然知らなかったカズさん。上まで行って突き落とされた時鬼やと思ったもん。頑張って丸石積んでやったらずっと突き落とされて。確かに。チャレンジャー賞とかないですかね。チャレンジャー賞はもう。チャレンジャー賞。あでも3位だよオラフ君たちと。惜しかったね。僅差あと5秒生きてたら。いやー惜しかった。確かに。こちら2位だったかもしれん。確かに。はい、というところで、じゃあ本日はですね、こちら1週間戦争ということで、優勝したオンリーとペンギンには、お肉を送らせていただきたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。というところで、じゃあ本日は、たくさんのゲストの方来ていただきましたので、ゲストの、方のチャンネルリンク下の概要欄に貼っております。ぜひ、下の概要欄から、他の動画もチェックよろしくお願いいたします。お願いします。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございます。